水道橋博士がうつ病で議員活動休止、令和維新の会山本太郎の対応がダブルスタンダードだと批判殺到中。水道橋博士氏は早く回復できるといいですね。ただし、人に強く当たるということは、自分も強く当たってこられる覚悟を持つ必要があります。自分は良いけど相手はダメというスタンスはダブルスタンダードです。過去に、令和新選組の山本太郎氏は安倍元総理の病気を揶揄していました。しかし、同じ政治家でも身内の水道橋博士氏は擁護しており、これは典型的なダブルスタンダードです。こういったダブルスタンダードが山本太郎氏やれいわ新選組が信頼できない要因の一つです。人によって対応を変える人たちを信用することは難しいです。